ても守るだけだったので、ベンチ裏にいて、ちょっとアンダーシャツを1枚多く着て。あ、そうなんですか。ちょっと寒かったんでね。そしたら若い子が、加計さん、打席回ってきますって言うんで、嘘だろって言ったら、本当に回ってきそうだったんで、はい、ベンチ出るときに、ちょっとホームラン打ってくるよって。絶対打ってくるからって言って、ホームラン打ったんですけど、その時にそれはそれで打ってくれてパーンって狙って打てるもんなんですね。いやもう本当狙うと思ったら風もちょっとレフトの方に吹いてましたので、はい、多分渡辺君は速いボールで攻めてくるだろうとちょっと高めのボールだけで待ってまして、はい、でちょっと強引のボール球をですねレフトに打った瞬間行ったと思ったんですけど、まあそれも僕は黙って淡々と回ろうとしたんですが、サードベースコーチの一枝さんがすっごい喜んでるんですよ。それで僕にもっと騒げみたいなことを言うので、手ぐらい上げたらどうよと、どうだと。これは本当に失礼なんですけど、これはもう最後です。もうこれ以上今シーズンないわけですから、最後のゲームなんで失礼なんだけど、ファンの方に日本一になりましたって言って人差し指上げてダイヤモンドを回ったんですね。あの三塁キャンバスの手前ですよね。そうです。ちょっと照れてですね。日頃上げないから。上げないから。どうも手が曲がってましたね。この85年の優勝の時の、はい、その紙一重っていう試合はあったんですか。これはやっぱりバックスクリーンですか。中野球団社長がやっぱ飛行機で、が日航機が事故がありましたでしょう。はい。で球団社長が亡くなられたこともありまして、その中で非常にこう球団の関係者も含めましてですね、何かこう気持ちがその中野社長のためにこう何かこう天国にですね、こう伝えなければいけないというような、そういうこう目に見えない力みたいなものが一つにさせたんじゃないですかね。なるほどね。だからよく5連敗とか6連敗も結構あの年してるんですけど、その度その度に岡田が選手会長だったんで、岡田を中心として野手会をしたりして、いい気分転換をしたりだとか、なるほど、そういうその気持ちの切り替えが、いやみんなの心が一つになったっていう、だからこのゲーム、このゲームっていうのはちょっと、まあ、確かに3連発っていうのはね、皆さんが象徴するようなゲームなんですけど、僕たちが打った3本よりもあのゲームはね、中西が最後抑えてるんですよ。あ、最後の9回、あの中西が最後抑えたってことに意味がありまして、あのゲームから中西と山本和幸さんという、はい、右左のダブルストッパーができまして、その前に福間という左の、もう非常にどんな場面でも投げていける中継ぎのね、どんな状況でも投げられるピッチャーがいた、あの時には3本できたんですね。だから先ほどの話の続きになりますが、7、8、9、6、7、8、9ぐらいがすごい楽に戦えたんですよ。だからリードさえすればリレーで逃げ切れると、先発ピッチャーだから5回まで、まあ4点ぐらいまではいいよって言ってましたから、やっぱりそうですよね。で、ファース、加計、岡田、真由美、あんだけ揃ってたら。で、福間さんがリリーフ出てきて、福さん、2イニングぐらいゼロで抑えてよって逆転するからって逆転してましたからね。すごい。なんか、劇画みたいなチームですよね。面白かったですね。で、吉田監督ができてもいい、もういいですからって言ったり。すごいですよ。大丈夫ですから、監督。吉田義夫さんもね、この番組来ていただきまして、あ、そうですか。おっしゃってました。私は何もしてませんって。いや。ただ、監督はね、バントをするところはきちっとバントさせましたし、あの福間、やっぱり山本和幸、中西という、こういうピッチャーのつなぎだとか、はい、こういうものに対してはすごい繊細な、采配をしたと思います。やっぱり送りバントっていうのは、巨人もそうですけども、今送りバント失敗することで大きな試合を落としたりしますね。だからすごく地味かもしれませんが、やっぱり勝負を決めるっていうのは、誰かがどこかでチームのために犠牲にならなきゃいけないんですね。だからそういうチームのために犠牲になる野球というものを優勝という結果が教えてくれるんですね。それまではなんでこんなところで俺がバントしなきゃいけないんだ、なぜここでこんな野球やらなきゃいけないんだってのは結びつかないんですよ。なぜなぜなぜ